本州に泊まるエリマキミツスイホーミアムテナックス、マオランは、ニュージーランドとノーフォーク島に、固有の常緑多年層の一種。繊維作物として重要で、干渉用にも用いられる。2メートルに達する細長い葉の塊として成長し、その中から花形が伸び、鮮やかな赤や黄色の花をつける。ニュージーランド英語では、フラックス、マオリ語では、ハラケケ、ニュージーランド外では、 ニュージーランドフラックスなどの呼び名がある。過去の文献にはニュージーランドヘンプという名も見られる。ニューサイランやニュージーランドアサという和名も存在する。マオリ人がニュージーランドに到達してから、その繊維はマオリの伝統的織物に広く用いられていた。また、ヨーロッパ人の到達後、少なくとも第二次世界大戦前まではロープや穂の材料として用いられた。 太平洋のいくつかの島やオーストラリアでは外来種となっている。細長い葉は生け花にも使われることがある。葉はククルビタシンを含み動物に対して毒性を示す場合もある。人も強い苦味を感じる場合がある。ハエトリグモの一種であるトライトプラナイセップスは主に本種の巻いた葉の間で生活する。また沿岸の被覆植物として絶滅危惧種である。 金目ペンギンなどの繁殖環境の維持に重要である。かつてのマオリ社会では非常に多くの用途があったが、現在ではほとんど用いられなくなっている。葉は細く咲いて乾燥させた後で織り上げられ、現在では主にケテと呼ばれるカゴの材料とされている。1930年代に始まる世界恐慌によって本種の繊維産業が壊滅する以前にはヨーロッパ人によって 本種の栽培が真剣に試みられたことがあった。第一の試みは、ウェリントンのレオナード・コケインが1908年頃、言ったもので、第二はマッセイ大学のジョン・スチュアート・イエッツが1920年代後半に言ったものである。印象的な扇形の尖った葉は庭園に置いて良い、アクセントとなるため、近年では禁煙種のフォーミアム・コランスイと共に、 干渉植物として広く栽培されている。日当たりの良い場所ではよく育ち、特に沿岸地域では冬に気温が低くならないため、育てやすい。だが常に湿った土壌が必要である。ユッカ族、千年木族のような似た外見の種とともに庭園に植栽されることが多いが、これらは実際にはかなり異なった種で、生育に異なった環境を必要とする。また、 本種の品種の中には高さ4メートル、幅2メートルとかなり大きくなるものもある。セントヘレナでは1800年代後半から1966年頃まで本種の栽培が行われており、紐やロープが製造されて輸出されていた。現在ではこの産業は廃れているが、本種は島に残存しており、生態学的問題を引き起こしている可能性がある。近年では、 いくつかの品種が観賞用に作出されている。エイジムが付けられたものは、王立園芸協会のガーデンメリット賞を受賞した品種である。シノニム、ピーク・キアナム、マオリゴメ・ウォーラ・リッキー。マオランに似るが、葉はより短く下水し、就寝用の敷物に用いられていた。英語、日本語。ありがとうございます。